はい、皆さんこんにちは。マーケティッチ代表の小菅です。コモディティマーケット展望2月12日の方を始めたいと思います。まず貴金属相場の方から、こちらコメックスの金の先物相場です。去年ですか、10月から株価急落で、年値上げていましたが、特に、昨年12月以降、上昇トレンドがちょっと加速気味な状態になっています。今1オンス大体1300ドル前半までコアレンジが切り上がっています。こちら特に金相場です。こちらの方も同じような動きです。ドル建てと比べますとちょっとトレンドが直線的ですけど、4500円突破した後も上昇が続いて、今4600円台まで値上がりが続いております。でこちらドルインデックス、こちら去年の12月から1月にかけて、かなり強力なドル安圧力が発生しましたが、足元若干リバウンド気味です。この辺、通商問題がドル買いの材料として評価されている。プラスで、ユーロ圏、ヨーロッパの方の景況感が悪くなってますので、相対的にドルが上がっている。こういった動きが今足元で観測されております。で、こちらがユーロドルです。こちらもそうですね。ずっとドル高だったのが、去年11月ぐらいから緩やかなドル安でしたが、足元はまた再びちょっと若干ドル高の方に増えております。欧州委員会などがやはりちょっと景況感見通し、景気見通し、だいぶ引き下げておりますので、ECB の方ももしかしたら利上げ先送りじゃなくて利下げがあるんじゃないか。こういった懸念から少しユーロが売られている状況です。で、アメリカの10年債利回り、こちらの方はドル相場の動向と関係なく、ほぼ一貫して下げております。年末年初のパニック的なリスクオフからは、若干地合いが改善したということで、一時的に金利上昇しましたが、その後また再び下落しております。こちら、ドル相場の動向と関係なく下げている、こういったトレンドにあります。で、こちらダウ、こちらの方は、年初からかなり大きく上げてましたが、今足元、企業業績の発表が一巡し始めた。プラスで、通商問題、景況感、この辺の問題が出てますので、少し上げ一服になっているという状況になっております。ボラティティ数、こちらの方はかなり大きく下がっております。相場の乱高下という意味では、ちょっとあまりなくなってきたのかなという状況です。ただまだ15ポイント台ということで、過去の水準と比べるとまだ少し高めの水準を維持しております。で、金の ETF、こちら、ずっと去年の10月から株安と連動して買われてましたが、足元2月と前後して少し売られましたが、また買われるという状況になっております。やはりこれ、金相場上がって、それに対してずっと金の ETF 買われている、このトレンドは維持されております。で、バルティック関与指数、こちら株価とはちょっと対照的なんですけど、株は上がってるんですけど、関与指数どんどん悪くなってる。この辺から言うと、やはり物の動き、少し悪くなってるのかなという、リスクが感じられます。で、仮想通貨、こちらは安値低迷状態です。で、金相場、過去2週間分のレビューですけど、1300ドル前半までコアレンジを切り上げております。ただ足元、ドルが少し強含んでおりますので、上げ幅若干削っている状況です。買いざるとしましては、景気減速、世界的な景気減速、特に欧州と中国ですけど、景気が減速している。で、それに応じて、金融政策の破綻シフト、これアメリカに限定された動きじゃなくて、世界的なトレンドになっています。で、プラスで、短期のトピックとして、アメリカの政府機関閉鎖、これ、今足元の政府機関閉鎖解除されてますが、15日にまた暫定予算の期限切れ来ますので、この辺からもう一回打ち返される可能性があると。貿易摩擦、これも今週米中協議やってますけど、なかなか先が読めないという状況で、ちょっと怖いなという状況です。この辺から他の金融資産の動向と関係なくヘッジ買いが膨らんでいる。安全資産として金が買われているという状況です。で、一方、2月入りしてから少し調整売りが広がっておりますが、これは、ドル安が止まって、ドル高の方向に触れているというのが一つの要因です。基本的に対ユーロでの動きが大きいんですけど、ヨーロッパはこちらがあまり良くないということで、ユーロ売り、それに対してドル高というのが一つです。で、もう一つが、通商問題。これはドル高が良いんじゃないか。こういった評価が為替相場の方でありますので、通商問題が高まりますと、ドルが買われて金が売られる。ドル建ての金が売られる。こういったフローが出てきております。で、一方で政治環境なんですけど、米中通商協議。今週11日、1回目の時間級協議が行われて、また14、15。これで今度、閣僚級の会合があります。これ、1月は結構まとまるんじゃないかという観測強かったんですけど、先週ですか、7日にトランプ大統領が2月中の米中の首脳会合ないよ。3月も多分ないんじゃないのかということを発言して、この辺から通商リスク一気に高まっている状況です。トランプ大統領もともと通商問題はこれ、最後は首脳会合で決着つけるよと言ってたんで、首脳会合やらないんだったら決着つかないんじゃないか。
こういった警戒感が出てきております。で、あと今月、今週ですか、2月の15日、今週金曜日ですけど、暫定債の期限切れを迎えます。これ、メキシコの壁の建設をめぐって、まあ、ぐだぐだになって、アメリカの政府機関閉鎖という状況になってましたが、まあ、その暫定予算、とりあえず政府機関、解除、閉鎖を解除するための、暫定予算、これが今週切れます。ということで、まあ、これまでに、まあ、議会の調整がうまくいかないと、また政府機関閉鎖される、こういったリスクがあります。プラスで、これ3月の上旬の話なんですけど、アメリカの債務上限問題がまた出てきます。まあ、この辺も、まあ、議会でこれ暫定債務ぐだぐだやってますと、債務上限引き上げできないんじゃないか、下手するとアメリカの国債がデフォルトするんじゃないか、こういった懸念から、まあ、金融相場の下値がサポートされております。プラスでブレグジット、この辺もあまり先ほど話になってませんけど、まだちょっと先行きが見通せない状況、プラスで、まあ、政治リスク、まあ、主に通商問題なんですけど、まあ、この辺から世界各国で、まあ、景況感見通しが悪化している、まあ、この辺が金融相場の下値をサポートしております。でプラスで金融なんですけど、まあ、1月の FOMC ですか、ここで、まあ、アメリカの利上げ、まあ、おそらくはもう停止が決定的という状況になっています。利上げ停止プラス、まあ、QE の縮小、量的緩和の制御化に対しても、これ一時ストップするんじゃないか、こういった見方が強まっておりますので、アメリカの金利、今どんどん下がっている状況です。まあ、この辺から金融相場の下値がサポートされている。まあ、ドルは結構、まあ、他の通貨とのバランスもあるので、上がったり下がったりしてるんですけど、まあ、とにかく金利が下がっているということで、金相場に対しては追いかけ手が吹いている状況です。で、まあ、今後2週間目のレビューなんで、アウトロックなんですけど、まあ、基本的に不安定な投資環境が続きますと、まあ、金相場はサポートされます。まあ、アメリカ政府機関閉鎖、まあ、これ今週中にあるかどうかわかりませんけど、まあ、この問題があって、まあ、その先にアメリカの債務上限問題、この辺もちょっとメディアの取り扱い増えてきましたので、おそらくは、サポート要因として機能し始めるのかなという印象でも見ています。で、通商問題、この辺も今週の会合、どういう結果になるか分からないですけど、まあ、持ち越しになりますと、やはりちょっと怖いなという。で、ブレグジットの問題もなかなか解決されないという状況です。で、プラスで、まあ、アメリカじゃない、世界経済の方がどんどん減速している。で、そうすると、まあ、アメリカの金融政策は有事対応。まあ、有事対応ということで、有事の金、まあ、安全資産としての金が変わりやすい。まあ、こういった地合いができております。で、金相場の方、ブレイクアウトしましたら、やはり、株安、ドル安、まあ、これが2つの大きい材料になるかなと思っております。今、アメリカの企業決算、まあ、大体終盤、大体4分の3ぐらいですか、まあ、終わりましたので、まあ、これから決算指標の上昇が止まりますと、まあ、金相場上がりやすいですし、決算終了後でも、株価強いと、ちょっとこれ株高本物だよということで、なかなか上がりづらい状況なのかなと思っております。で、ドルの方ですけど、まあ、アメリカの金融政策、まあ、これは完全にドル安を支持しているんですが、まあ、あくまでも他の国との通貨の、他の通貨とのバランスということで、まあ、例えばユーロの方が良くないよとなりますと、まあ、足元ドル高ですけど、まあ、こういった動きもある。まあ、ただ、まあ、見通しとしましては、やはり1300ドル水準、この辺になりますと、まあ、値頃感からおしめ買いが入るのかなと。まだ今足元若干加熱感あるので、まあ、底値感まだ出てないんですけど、まあ、だんだんと、まあ、値頃買いが膨らむのかなと思っております。で、逆にこれ、株安、ドル安、この辺の支持が見られますと、1350ドル水準、この辺まで上がることができるのかなと思っております。今、足元調整より少し広がっておりますけど、まだ強気でいいのかなと思っております。なかなか安全資産に対する投資ニーズ、これ解消されるのは難しいだろう。こういうふうに見ております。まあ、ただし大きく上げるんでしたら、やはり株安、ドル安、まあ、こういった直接的な不安が必要かなと思っております。今、金の ETF、足元若干売られてますけど、この辺もちゃんと残高が増えている間は、金相場強気で見ていきたいと思っております。で、個別のトピックなんですけど、1月の29、30日、FOMC が開催されました。今年最初のですけど、まあ、いくつかこれ声明文からポイントを引き出してみました。まず言ってるのは、経済活動は底堅いペースで拡大している。まあ、経済環境、FOMC はあまり悪いとは見てないよということを言っております。ただ変わったのは何かというと、まあ、前回、去年の12月時点だと、いくらかのさらなる緩やかな FF 金利の目標誘導レンジの引き上げが可能、まあ、つまり、まあ、ゆっくりと利上げやっていくよということを言っておりましたが、この文言を削除しました。で、代わりに入れたのがこちらの文言です。世界経済や金融市場の動向、弱いインフレ圧力を考慮すると FOMC は FF 金利の目標レンジのどのような将来の調整がこれらの結果を支えるために適切かを決定するにあたり忍耐強くあるだろう。この忍耐強くあるだろうということが、利上げに忍耐強い。つまり利上げそんなやっていかないよと。これまで利上げやっていくよというメッセージを出してましたが、それを決して、
まあ、忍耐強く、まあ、そんなに利上げに対して積極的じゃない、まあ、むしろ慎重な姿勢に変わってきているという状況です。ね、まあ、今年から FOMC って全部、パウエル FRB 議長の記者会見がセットで行われています。これ記者会見の文言をいくつか取り出したんですけど、まあ、我々はアメリカの経済活動が2019年に堅調なペースで成長すると見ている。まあ、経済活動はいいよと、この辺は言っております。まあ、ただ、まあ、この辺に書きましたけど、まあ、いくつかシグナル、危険なシグナルがあるよと。例えば、まあ、他の国の経済がちょっと悪くなっている。貿易問題がある。政府機関閉鎖がある。こういった問題から先行きが少し見通しづらくなってますので、まあ、慎重の対応、慎重になる必要があると。ということを言っております。まあ、こちらも同じですよね。より事態が明確になるまで忍耐強く待つ。だからこれ、結局今までずっと利上げやってましたけど、まあ、利上げ止めるというよりも、ちょっと一旦待ってみようと。待って、もう大丈夫だったらもう一回利上げやればいいし、ダメだったらもう利上げ終わりにしようよ。逆に下手したら利下げにしようよ。まあ、こういったスタンスをやります。まあ、あくまでも指標を見ながら。まあ、今のところ停止じゃなくて休止という評価になっております。経済のベースライン、この辺はまだ変わってないよと。変わってないけど見通しが弱まる率がある。だから慎重に忍耐強く待つというロジックを作っております。で、まあ、利上げする理由が弱まったと。で、プラスで今度、利上げ止めるのみならず、量的緩和についても少し発言しております。まあ、これまで、左側これ FRB のバランスシート、まあ、これまで量的緩和でずっと、リード性を供給してましたが、まあ、それが有事対応解除で、今吸収しております。まあ、この流れをちょっと早めに止めとる必要があるんじゃないかと。どんどん流動性、まあ、昔の水準までバランスシートを縮小するんじゃなくて、早めに止めようよと。リード性の吸収も止めちゃおうよ。こういった議論を始めているということは言っております。今これずっと金利が今上がってきて止まりそう。で、量的緩和、これの縮小も止まりそう。ということで、まあ、金利と量的、両方の分野で、まあ、金融緩和策が終了する。終了、ないしは停止。どちらか停止ですよね。停止しようとしているというのが現状です。これ2013年以降、まあ、金相場の方に圧迫されたの。まあ、一つの要因は、金融政策の正常化。まあ、利上げが進んで量的緩和が止まる。というのがあったんですけど、その流れが今止まりそうだということです。マクロ環境が変わりつつあります。で、あと、ワールドゴールドカウンシルから、2018年の金の需給発表がありました。これ、まあ、需給表はあるんですけど、注目したいのはここ、公的部門、まあ、いわゆる中央銀行等です。まあ、この辺が、これ、年間ベースの中央銀行の金の購入量なんですけど、2018年の金購入量、1971年のニクソンショック以来で最大になったと報告されております。まあ、この辺も、まあ、ドル別に弱くなかったんですけど、まあ、むしろドル強かったんですけど、まあ、世界的に外貨準備環境かなり安定してきている。まあ、新興国通貨安なんかもありましたけど、外貨準備は安定している。ということで、まあ、そもそも、公的部門の持つお金の分母が増えている。で、プラスで、まあ、アメリカと対立している国、まあ、例えばロシアとか、まあ、こういった国が、まあ、アメリカの国債を売って金を買うというオペレーションをやっております。で、去年12月ですけど、中国もこの金に通じております。プラスで、こういった中国とかロシア、アメリカと対立してない国も、例えばハンガリー、インド、こういった国を買っています。まあ、やはりトランプ政権でどうしてもなんか対外的に強圧的な政策を取られますので、アメリカの資産に対する依存度、これちょっと怖いなということで、まあ、米国債の保有を減らして、まあ、金、まあ、別に金じゃなくてもいいんですけど、まあ、ユーロとかもあるんですけど、まあ、やはりまあ安定性ということで今金を買おうというトレンドができております。まあ、ここ最近、まあ、ずっと公的部門の金需要、ちょっと減っていたんですけど、まあ、去年急に跳ね上がっております。これ、今年もし中国も、これ前回ちょっとお話したんですけど、中国も買いますとこれ、トレンドかなり上向きになりますので、まあ、需給要因から金をサポートする要因になりますので、でこれ、ぜひとも今年の大きなテーマとして注目してもらいたいと思います。まあ、特にこれからアメリカの債務上限問題ありますけど、例えばアメリカ国債の格下げ、これ2011年にもありましたけど、それと同じような動きがありますと、公的部門が需給要因から金を引き締めるという可能性がありますので、短期の投機資金と同様に、こういった公的部門の動向をぜひ注目してもらいたいと思います。次に、原油相場です。こちらがナイメックスの原油先物相場、WTI ですけど、去年12月40ドル台前半だったのが、まあ、足元、50ドル台前半まで回復しております。ちょっと55を超えたらリグ売りが入っているんですけど、まだ高値水準を維持しております。で、こちらはブレント原油です。まあ、こちらもリバウンドして、まあ、その後、60の前半ですか、この辺で少し上げ一服になっている状況です。
こちら特に円相場、こちらもリバウンドしております。まあ、大体買い上げ円相場トレンドしております。で、時給なんですけど、アメリカの在庫、これまでずっと、去年の、秋口からですか、先週の稼働率上がって、減少してましたが、足元ちょっと増え始めているという状況です。もうこれ例年の、これ過去5年分のレンジなんですけど、大体増えやすい時期に向かっております。で、これ、下がこれ、先週向けの減少の需要なんですけど、明らかに下振れしている、不需要期に入ってますので、これからもう1ヶ月ぐらいですか、ちょっと需要が低めなのかなと。この辺から在庫が増えやすい時期になります。で、上はこれアメリカの産業です。こちらも増加してるんですけど、ペースはそんなに大きく変わっておりません。で、比較的大きい動きだったのはアメリカの石油リグの稼働数。これ、去年なんですけど、ずっと原油高で増えていたんですけど、足元だんだん減り始めてる。結構増減が激しいんですけど、トレンドとしては、一時期ですと、890基前後あったのが、850グラムまで減っているということで、だいぶ、シェールオイルの生産活動、少なくとも新規の投資は止まっているのかなと、鈍化しているのかなと、こういった状況にあります。で、原油も過去2週間のレビューですけど、50ドル台前半までリバウンドしましたけど、なかなか55ドル、ここから上は定着できないよ、こういった状況になっております。したるサポート要因としては、OPEC やロシア、この辺の減産によって、需給リバランス進むんじゃないかというのが一つ。で、もう一つが、ベネズエラの供給不安。これ南米のベネズエラですけど、今政情不安定化してますので、ここからの供給が止まるんじゃないかという見方があります。で、三つ目が、株価急落一服。この辺からリスク投資環境が安定しているというのがあります。で、一方で、先ほど申しましたように、政情がメンテナンスの時期を迎えてますので、短期時期の引き締め、この辺ちょっと一服しております。で、プラスで世界経済の減速、貿易摩擦、この辺の警戒感はありますので、通商問題とか、今足元そうなんですけど、この辺が在留されますと、需要が増加して、需給リバウンド進まないんじゃないか。こういった警戒感が広がりやすくなります。で、マクロ環境としましては、減産プラス政策リスク、で、需給のリバランスは進む方向にあります。1月のオペックの産業、これまだオペックの正式の統計出てませんけど、ロイターの推計ですと89万バレル減っております。で、ロシアも大体7万バレルということで、着実に減産が進んでいる。減産による需給リバランス、この流れを維持されているのかなという状況です。特にベネズエラなんですけど、これはアメリカの原油大体日量50万バレルの輸出がありましたので、これがちょっと不安定化しているということで、短期の需給、まだ引き締まってないんですけど、将来的にちょっと怖い状況になっております。一方、55ドルからなかなか上を狙えない背景としては、世界経済の減速状態、これむしろちょっと加速してるんじゃないか。景気悪くなったら、当然石油需要悪化するんじゃないか。こういった懸念があります。で、貿易戦争、この辺まだ続いてるよと。で、季節要因、これ先ほど申しましたね。正社のメンテナンスの時期。で、もし1月の原油高が株高連動だったら、株価上昇止まったら原油高も止まるんじゃないか。こういった警戒感もございます。原油相場のアウトロックなんですけど、小金に切り上げ、緩やかなペースでしか進まない。基本的に、需給リバランスの方進んでおりますので、原油価格のコアレンジは切り上がる方向です。今は下値、去年の12月は40ドル台前半もありましたけど、大体50ドル水準、この辺まで下値切り上がっているのかなと思っております。当面は、ただし、上がっても55から60ぐらいが限界でしょうと。減産対応によって、在庫の急増、これは回避できるでしょうと。50ドル割り込むと、シェールオイルの減産も始まってしまうと。ないしは、増産が止まるということで、50ドルから下はないよと。ただし、シェールオイルが再び、生産活発化する。これは許容できないので、なかなか50からどんどん上上がっていくのはないのかなという、こういった状況です。で、ベネズエラ、この辺もまだちょっとマーケットの評価が割れてますので、一応、需給の引き締めか緩和かといったら引き締め要因なんですけど、実際に引き締まるかどうか、この辺もちょっと様子を見たいという、ムードがあります。下のサポートラインとしては、減産合意に対する信頼が、やはり減産ちゃんとやってますよという、こういった証拠は出てきております。で、シェールオイル、先ほどリグ稼働数見ましたけど、ちょっと活動がどうかしてんじゃないのと。で、ベネズエラの供給不安。この辺から50、55は硬いと思います。で、一方で、上、やはり55から60、この辺が透明な限界かなというのは、こちらの方です。シェールオイルの増産加速だったら、やはり追加減産が必要になってしまうということで、ここからどんどん上がっていくよりも、ゆっくりと、どちらかといったら、3歩進んで2歩下がるような、それぐらいのペースで上がっていけば十分なのかなと思っております。
まあ、シェールオイルズの共存が必要、まあ、これ前も書きましたけど、まあ、この視点は変わっておりません。でベネズエラなんですけど、もともとマドゥロ政権が誕生しておりますけど、これ大統領選挙に結構不正があったんじゃないかということで、欧米諸国批判してましたが、これグアイド国会議長が、自ら暫定大統領に就任すると宣言して、今議事権力状態になっています。欧米諸国はこれもう一回大統領選挙やれよということを言っているんですけど、この辺がなかなかうまくいかないということで、今のところ経済制裁をやっております。でアメリカ政府の場合ですと、特にこれマドゥロ政権の資金源になる石油売却収入にブレーキをかけるということで、国営石油会社 PDVSA に対して経済制裁を行っています。この経済制裁もなかなか内容がはっきりしないんですけど、とりあえず怖いので、アメリカの政治がなかなかベネズエラ産の原油を取り扱いできないという状況になっています。で今なんですけど、足元、政省の報告を見ますと、大体1、3月期、ここの、在庫の手当は十分だということで、直ちに需給逼迫化することはないよ、こういった状況です。で、プラスでトランプ政権は、もし何かあったら、SPR、これ戦略石油備蓄ですけど、その辺の放出も考えているよということを言っておりますので、今、ベネズエラの供給不安で一気に上がる状況にはありません。ただし、これ、ベネズエラ産の原油っていうのは、これ、重質油。ヘビオイルなんですね。そうすると、アメリカのライトオイルだと、ちょっと品質が違うもんですから、シェールオイル増産すればなんとかなるという問題じゃないもんですから、この辺から、需給の困難、もしかしたら4、6月期ぐらいまで、困難が続くと、石油の需給にも困難が生じる可能性があります。アメリカ政府なんかですと、カナダ産の重質油を調達したいとかも言ってますけど、パイプラインとかで水素、この辺が足りてないので、なかなか調達できないということで、ベネズエラ、これベネズエラ産原油って大体アメリカの輸入量なんですけど、ずっと減らしてましたが、またやっぱり50万バレぐらいある。これが今市場から消える可能性ありますので、その時になんとかカバーできるかどうかはまだ不透明感がありますので、この問題長期化すると少し怖い状況になります。で、これベネズエラの産油、もともとずっと減ってるんですけど、これが加速する可能性がございます。で、特にイランの産油減って、リビアも、これ、この後も多分もう少し減ってると思うんですけど、減り始めてる。で、サウジも減産対応を行ってる。で、この3カ国って本当は、減産前の枠外なんで、減産する必要ないんですけど、生産がどんどん落ち込んでる。ということで、需給、オペックサイドから需給引き締め圧力は強まりやすい状況になってます。で、これが1月のオペックの産油量動向なんですけど、これロイターの推計です。これ、オペックの11カ国、減産後に参加した11カ国で、74万バレル減産。で、そこに、イラン、リビア、ベネズエラ加えると、89万バレル減産。これ、11カ国全体だと減産合意の重視率、だいたい 70% なんですけど、これ、この辺の供給トラブルって、実際はもう少し高めの水準になっているくらいのインパクトが出てきております。サウジアラビアに関してはもう 119%。合意をもう完全に移行しております。UAE もそうですね。クウェート。この主要産国、主要産油国は、合意を 100% 遵守しています。で、怖いのは、これイラク。赤い印なんですけど、重視率 2%。これ、2月のデータ見てもあんまり減ってないようなんですけど、イラクがなかなか減産してくれない。だこの辺がちゃんと減産していかないと、合意遵守率 100% いかないので、イラク。この辺はまだ注意が必要かなと思っております。で、最後にシェールオイルの生産環境なんですけど、これ、ニトリオのグラフが前年同月比、去年と比べてどれぐらい増産しているかなんですけど、ずっと去年、今年、去年、17年、18年、結構増産ペース加速してましたが、足元少し鈍化している。この辺やはり、産量そのものは増えてるんですけど、シェールオイルにちょっとブレーキかかっているのかなという状況です。で、これ、ダラス連銀発表したデータなんですけど、これシェールオイルの生産コストです。これ、新しく電を開発するためには、だいたい47ドルが必要ですよと。で、既存の家、今掘ったのをそのまま維持するには25ドルが必要。だから別に25ドル割らなければ、今の生産止める必要はないんですけど、47ドル割ってしまうと、既存の新規の投資ができなくなってくる。ということで、やはりこの辺から、だいたい他の航空見てもそうなんですけど、だいたい50ドル前後に差しないなので、シェールの生産続けていくんでしたら、やはり50ドル割れ。これちょっと長期化するのはダメなのかなと。こういった状況になります。需給バランスの見通しで、基本的に原価額、そこが高いんですけど、やはりシェールオイルの視点から見ても、50ドル割れは長期的にはないのかなと。長期対応はないのかなと。
ということで、50ドル水準までいくと、まあ、買い場なのかなと思っております。まあ、ただし、上は55から60。こういった見通しで見ております。以上、コモディティマーケット展望2月12日でした。